2023年9月21日木曜日、えー、日本時間で22時、えー、私がいる今、えー、ベトナムホーチミン時間では8時を回ったところでございます。えー、イツイッタースペースを使ったおしゃべり配信題しまして、話しか一人で何か話す第9回目、お相手は私、柳谷三之助でございます、えー。ツイッターですよ。ね。もうなんかもうみんな X とかもうなんか、なんかこう、 言い方変え始めてるよね。 私はねツイッターってもう地球上の最後の1人まで呼び続けていきたいと思っておりますがね話家がお送りする内容ではありますが内容は落語ではございません、えー、落語に関係する話今日はまず出ないんじゃないかな、ね、もう忘れてますから落語のことはまた思い出しますけどね、えー、最近身の回りで感じたことを中心にいろいろ脱線しながらおしゃべりをして最終的には今ライブで聞いてくださっているお客様大勢 いらっしゃるんですよね。すごいね、えー、20人近くいるかな。 ありがとうございます。その方々のコメントを拾いながら、お魚にしながらってうんですか、展開させながらっていうかね、そんな感じで進めていきますので、まず今聞いていただいている皆さん、もうお分かりですかこの配信のツイートをいいねしてください。それからリツイートしてください。それから初めて私のたまたまここへたどり着いちゃった方、アカウントのフォローがまだでしたら、ぜひお願いを いたします、えー、この配信は後ほどポッドキャストに直して それで、えーまあ、今別撮りしてますけどね、えー、配信しますんで、まあ、あの間に合えなかった方もね、途中からの方でも、あの私のプロフィールのページ、えー、リンクが貼ってありますので、ぜひそちらからあ、ポッドキャストの方でもお楽しみください。落語の配信もね、一応有料で別立てで行っております。これもリンクにありますからね、えー、落語を聞きたいっていう方は、ぜひそっちでお願いいたしますよ。 さてまずは番組の始まりとともに飲み物を。 開戦いたします。いつもの儀式、乾杯を皆さんといたしたいと思いますが。まあ、私はあ今日はね、飲み物あらかじめツイートしてあります。本日の乾杯案件ということで、えー、皆さんからもいくつか来てるかなもうどうですか皆さん飲み物があったらぜひあの、えー、私の方へお知らせください。えー、返信とかね、えー、そういうので来ると思いますのでね。ね早速、つばさちゃんがセコマですね。 えー、熊本でセコマ手に入ったんですか果汁100%のリンゴサワー。まあ、セコマはですね、果汁100%シリーズが美味しいんですよね。もう、それは私も愛好してますが、みかんが私は好きですけどね。私の今日の乾杯案件は、ビアサイゴン、サイゴンのビールでございます。えー、これね、 まあビールいいっぱいあるんですよ有名なところだと「333」と書いて「バーバーバー」これはベトナムの料理屋さんに行けば置いてんじゃないかなそれからビアサイゴンとかいくつかねありますよ うん、あるんですけど今日ねたまたまスーパーで見つけたビアサインゴゴンールド、大体 350ml 入りの、まあ、ビールがですねまあ値段はあちこちで結構変わるんだけど大体いい670円で買えるっていうのがまあ相場なんですよ。ももちろんお店で飲めっと取られるしね。 それからまあそうですね買う場所によってもスーパーだったりデパートだったりでお酒はね結構変わるのがまあこのベトナム流っていうことなんですけどその中でですねこのビアサイゴンゴールド私今日はたまたま見つけたんですけどなんかほら昔の缶みたいでしょ長っぽそくてね。 なんかファンタとか昔ね懐かしいこれでもちょっと一回り大きくてあの細い缶なんだけど250ミリリットルではなくて330ミリリットル入っているという中途半端な大きさですが、えー、これでね120円ぐらいするんですよ超高級ビール皆さんと今日まあこの配信を楽しむために私もう。 タイマをはたいて高級ビールを買ってきたとこういうことでございますよ、えーえー、皆さんいかがでしょうかね、えー、皆さんからの返信もあるかな、えー、っと起きてる来てる来てる,来てる,来てるね、えー。皆さんは何飲んでんのかな 何飲んで、でおーお母様今日紅茶ですか。珍しいね。えみもりさんもう銀座ライオンで2杯引っ掛けてきたので UCC がロイヤルに卸してるパラダイスティーああれですかあのなんだっけあのちょっとこうフレーバーティーみたいなやつねロイヤルホストで飲めるやつ昔パラダイスティーって言わなかったよね。 なん,だっけなんとかティーって言ってたよなんでトロピカルアイスティーとか言ってたけど名前変わったんですかね、えー、えっちゃん乾杯案件ヤッホーブルーイング「善略好み」え「善略好みなんて聞いてないぜソリー」という、えー、ゆず塩発泡酒あこれタイトルなんだ最近そういうね もうタイトルであのほぼあの完結してるっていうかタイトルで全勢力を使っている感じのまあお酒とかあ食パン屋さんとかいっぱいありますけどヤッホーブリューイングだったら間違いないですな。 ああゆず塩発泡酒え面白そうですね香りもいいんじゃないですかええと「だし割り日本酒」という渋さで迫ってくるのが高梨さんでございますないやー毎度毎度日本酒党の高梨さんですからな、はあだし割りっての最近流行ってるねおでん屋なんか行くとねやってますけどねだし割り私も何度かそういうお店では飲んだことあるけど高梨さんはご自宅でだし割りにしてんのかな えー、いいですね、まあ。体にもなんか優しいような気がします。チゅうリーさん、えー、お風呂上がりで暑いので炭酸水で乾杯。いいね。喉をね、ピキピキッとこう刺激して、で水分をちゃんととってください。つばさちゃんは火曜日から札幌に来てて今日最終日なんだ。 えー、熊本の翼ちゃんは札幌で私のこのお幌地民からの配信を聞いているという、えーえー、もうなんか東シナ海と日本海をもまたにかけるようなあそんな感じでございますなありがとうございます林、えー、さん、えー、その他皆さんあの,あのリツイートねリポストって書いてあるけど私リツイートって言いますからね皆さんちゃんちゃんリツイートありがとうございます三森さんもね、えー、ゆうゆうさんは温かい紅茶ということで、えー、皆さんそういうそれぞれに飲み物 用意していただいてますな。それじゃあ早速私は行きますよ。開封開栓の儀ですよね。い、えー、きます。わあいいね、えー。割とあっさり開きましたあ。それではまあ今日はちょっと木曜日という中途半端なまあ曜日でありますし、皆さんには1時間遅く ねえもう普段だったら寝ちゃうとかねもう眠いとかって方もいらっしゃるんでしょうけど私も1時間早く始めてるんでお互い歩み寄りの、まあ、2時間の時差を、えー、またにかけて楽しもうっていうことでございますから皆さんありがとうございますぜひねお付き合いくださいそれでは乾杯ああ 美味しいあれビアサイゴンゴンールド美味しいなあのー、こっちのビールってね、まあ、水みたいなんですよねまあ水だなって思って飲めるんで非常にこう精神衛生上いいんですけどそのプラスですねちょっと酸味を感じるっていうんですかそういうビールが多いバーバーバーもそうだしねだけどこのビアサイゴンゴールドはねそういうのがないな。なんかか普通のビールっていうか 何だろう、恵比寿とかそういうの飲んでる感じうんうんさすがは高額なビールだけあってね一缶120円もするだけあってこれは高級品でございますなええー、おキョーチャーさんキョーチャーさんなんでセコマ流行ってんのこれセコマのみかんサワーじゃないですか先ほど私が言ったね わあちょっとセコマの輪が広がりつつありますないや実はねこの間あのマレーシアで、えー、飲みながら喋ってたんですけどやっぱりねあのセコマトの噂話なんかしてたんですよあそこはいいよっていやワインが好きな方だったんでねいやワインを、うん、日本まあこやっぱりねマレーシアでねいいワインを手に入れるのはすごい大変なんですよねそんな話をしながらね、えー、セコマトいいですよなんてねそんな話をしておりました えー、えっちゃん、ん乾杯。えー、それから、まあさま乾杯。えー、みほさんもありがとうございます。皆さん。ね。えー、人数も増えて、えー、きましたね。ありがとうございますね。えー、じゃあ、まあ、あお、はちさん、ファミマのフラッペ。えー、いろんな飲み物がありますな。私もね、まだ冷蔵庫にね、まあビールが2本。それからね、今日午前中にあの、デリバリーで手に入れた、えー、 みかんジュースですな100%みかんジュース絞りたていや絞りたてなんだけどすぐ飲めないから冷蔵庫閉まっちゃったんですけどこれ終わったら飲もうと思ってるんですけどねそういうノンアルコールも楽しめるというのがこの「サイゴン」まあ今はホーチミンでございます。さあ じゃあどうしようかねやっぱりどうしても旅の話になると思うんですけどね、まあ、皆さんからもコメントなんか質問とかそういうのがあったらその都度ねコメントはほぼ100%拾っていくというのがまあ私の配信のモットーでございますんで何かあったらお願いしますねえー、っとねまあマレーシアに来たまずねえー、っとね今月のいつだったっけな13日かね13日に えー、マレーシアあそれもまずはあのクアラルプールの国際空港に、えー、日付が変わるぐらいに着きましてねそれでまあその日はもうそれで終わりなんで、えー、空港の近くのホテルへ寝るだけっていう感じで、えー、泊まりまして翌日スタッフと空港で、えー、落ち合って、えー、マラッカというところ大体いい車で2時間ぐらいかな。うん そのぐらいのところですがマラッカっていうマラッカ海峡でおなじみのマラッカですねえそちらでまず落語会があるということで移動をいたしましたでその日は落語会じゃなくてただの移動日だったんでね、えー、ついて、ま、ホテルに入ってでまあ,あの向こうの世話人の方ともちょっと合流したりして「えー、飲みましたよ随分」 なんかね、酒の好きなマラッカスタッフたちいやもちろんあのえマレーシアにも大酒飲みがいるんですけどあのクアラルンプール方面にもねえ一緒だったもんですから、えー、と最初はそうねあの中華いやマラッカ中華のね、えー なんかエビがたっぷりのかったあのビーフンで、チーズっぽいあの汁がかかっているっていう、なかなか珍しい料理ですよね。そういったものなんかを食べながら、まあ、ビールをカバ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 飲んでね。で、もう一軒行こう。で、もう一軒行こうなんて、もう今、日本じゃなかなかないじゃないですか。まあ、当たり前のように二軒目に行きましてね。もうみんな結構酔っ払ってんですよ。私もなかなか酔っ払ってますね。ねそれからなんかインドバーがあるから行こうなんっってね。 インドバー行きましたよえインドバーってあるんですかそんな日本に。分かんないけど。でインドの方がいっぱいいてね それでまあインド人の方がインド系マレー人っていうんですかそういう人たちがですねウイスキーをバカバカ飲んでるっていうなんかあの目の前にボトルを置いたまま飲んでるみたいな感じですねショットで飲むなんて生やさしい飲み方はしないっていう感じで私が見てる間に一本半ぐらい三人でウイスキーを開けてましたけどねで音楽はあのインドポップですねインド映画でもじゃんちゃが踊りの時にかかってるような音楽がワーって流れててで店員さんもやっぱりインド系の方 で時間がだんだん遅くなってまあ日付が変わったぐらいにですねあの子供が入ってきてねあの多分従業員の子供なんだと思うんですけど、えーまあ、どっか店のどっかにきっとねこっちって結構そういうのが多くてね。でそこからまあなんか退屈できちゃったのかな。 でそ,れをその後はまたほらインド人の子供ってなんかもう暴力的な可愛さがあるじゃないですか目がクリクリっとしてねでそれをみんなでもって、えー、つっついたりしながらつっついたって本当につっついたりしてないんですけど遊んだりしながら、えー、黒ビールをバカバカ飲む人もいたりそれは私ですけどそれから、えー、赤ワインを2人で2本二本近く開けちゃうみたいなことがあったりとかですね、えー、いきなり初日からまだ仕事もしていないうちから えー、バカに飲むというそういう1日目でございましたで2日目はまあ落語会ということでね、えー、ちゃんと準備もして、えー、インド系じゃない今度はなんだ中国系マレー人が経営する何て言うの日本料理店っていうね訳がわからないですよねなんかあの。シンガポールで修行したいいう若い、あのー まあ、料理人とその神さんっていうようなそういうお店が会場として、まあ、貸し切りにしてもらってねでなんか小上がりがあるんですよやっぱりあのに日本料理らしいっていうかねでその小上がりに高座を、まあ、テーブルで作ってであとはもうその小上がりの下を片付けてそこに椅子を並べるとなんか舞台とあの客席ができてしまうっていう理想のね えー、お店でございましたなあ1時間ちょっとぐらいの落語会が終わってで食事付きの落語会でしたんでみんなでね、えー、そこのご自身があの作ったなんかちょっと立食形式でね お寿司とかブワーって出つったよ、ね、お寿司ってねなんか小肌とかね、うん、なんか縁側とかね、えー、それからシャコとかそういうの出ないんですよ、えー、サーモンとかね、えー、とコーンマヨネーズとか、えー、ツナマヨネーズとか、えー、お稲荷さんとかね、えー、そういうお寿司ですな <laughs> そういうのをみんなやつまんでコロッケが美味しかったですね、えー、あのそれはもうね噂に聞いてたんですこの店はコロッケが美味しいっつってね俵型のあの見た目カニクリームコロッケみたいな 形してるんだけど中はジャガイモのコロッケえー、こういうのをねまあ、私はお客さんとパパはいろんなあちこち行って喋ってたんであのー、なかなか最初は料理に手に手がつかなかったんですけどもまあ、皆さんがまあ、落ち着いた頃にねちょっとご飯なんか食べようと思ったらもう皆さんやっぱりね考えることは一緒ですねサーモンのお寿司からなくなるんですよもうね世界に世界共通のあの寿司ネタはサーモンでございます間違いのない ね、お腹を壊す心配もない、えー、これがあのサーモンというもんでね、えー、でみんなも私の分取っといてくんないからもうねサーモン先なくなっちゃって私はあのコーンマヨネーズとかそういうので、えー、お腹をいっぱいにするっていうね、えー、私の,あのマラッカの思い出でございますなまあいいんですよ落語界がまあメインですからなうん。 でそれからまあ,あその次の日に、えー、マレーシアに移動してマレーシアの三之助を見た会をやるってことになるわけなんですがねさちょっと一遍ねコメントに戻ってみましょうかねえーっと、えー、あさっきの,あのアイスティーか三森さんパラダイストロピカルアイスティーってちょっと名前が長いねこれね、えー、トロピカルパラダイスなんだやっぱりパラダイスね パラダイスといえば光源氏ですよね。まあ須崎パラダイスとかねいろんなね、うん、ありますけどもあのまあパラダイストロピカルアイスティーいや私もあの以前はよくね行ってたんだよなイい方にねうんでも最近あんま近くになくなっちゃったもんだからえー、福岡空港にありますよねまあロイヤルは結構空港のねあのレストランを手広くやってますからな、うん もう初期の頃の機内食に始まりね「うんえー、ユウさん、えー、私が行ったことがあるマレーシアはなぜかクチンとマラッカ」えー「ケールは行ったことないんですか?」まあ意外とあるよね首都は行ってないみたいなね。 クチンいいとこじゃないですかね。僕なんかクチン行ったことないんですよね。マラッカもいいとこですな。あとあのペナントをね、私が行ったことがあるのはね。あとあの向こう側、東マレーシアのコタキナバルとかね。それがイポーね。もやしで有名な。有名って私が勝手に有名にしてるんですけど、イポーとかね。うん、そういうところに何,何か所か行っております。今回はマラッカ。マラッカは実はね、他の仕事でね、何回か行ったことがありましてね。うん でまあ、それで行ったことが、まあ、何回目だっか3回目2回か3回目ぐらいだと思うんですけどね行ったことはありますなああでもまあ,あやっぱり仕事で行くとね見える景色もちょっと違ったりして、えー、いいですね、うん、えー、と、まあ、早速質問来てますね「チュリさん三ノ、えー、ス師匠質問です文ってどんな感じですか?」。 文、えー、はですねどうなんて説明したらいいんだろうまあ米粉の面ですよねあのフォーもそうでしょフォーっていうのはえっ、ー、と5ミリから7ミリぐらいの幅の平打ち面でそれでやっぱり米粉をベースにしてると思うんですよねうんそれで、えー、それから文、あのー、っていうのは細いんですよそうめんぐらいの感じ、うん、でねえー、やっぱり 米粉でできているだからあの細いんでよくねスープが絡むっていうんですかね、えー、で分はなんかスーパー行くとねもう茹でたっていうかもう火の通った分がね袋に入って売ってんの、あのー、だから何ていうの,あの蒸,し蒸したそばみたいなあと何ですかうどんとかまあちじゃん流水麺みたいなのあの袋に入ったね すぐあの湯,が湯がいてっていうかお湯通してすぐ使えちゃうっていうようなあんな感じで、えー、分売ってるんで,すよで皿のだから今日今日昨日今日って私食べたのは、まあ、いわゆるラーメンみたいに汁の中に分が入っていて具が乗っかっているっていうそういうもんなんだけど食べ方もいろいろあってねもうあの皿の上にただね麺をねこうなんていうドーンって。 なんかほぐさないまんま、なんかほぐれてんだか、ほぐれてんだか、わかんないようなものね、バーンって乗っけるんですよ。ね。で、それで出てきちゃう。ご飯。だからもう、うん、ライスと一緒じゃないですか。で、出てきて、で、あとは肉とかタレとか、いろんなものが出てきて、で、その、なんか、あの、麺の上に具をいっぱい乗っけて食べるっていうね、そういう食べ方もあるんですよ。なんか、だから、もう、ライスですな、ね。ライスみたいな扱いで麺を食べるっていうね。だ、分。 ブンの方がだ,だから日本の,あのベトナム料理屋さんはまずフォーだと思うんですよ皆さんも、まあ、ベトナムの麺類といえばフォーだと思うんですよね一番最初に浮かぶのは。ただ実際に皆さんが食べてるものは、まあ、特にあのホーチミンではブンの方が多いフォーはね多分ねだからハノイとか行くと、まあ、あいわゆる元祖。 フォーの元祖だと思いますね。でもちろんもあのここあのー、ホーチミンにもフォーの店はいっぱいあります。フォーはフォーって書いてあるんですよ看板に。フォーを食べさせる店ってわざわざ断ってる店でフォーを食べる。であとは特に断ってないただの飯屋だとフォーは置いてなくてあの分が置いてあるっていうそういう感じですな。 うんどんな感じって言われるとそんな感じ <laughs> ちょっと説明が長いですよねなかなか簡単にいや本当は違うのかもしれない私が知ってる範囲では文はそんな感じでございますね八、えー、さん札幌へようこそってことでこれはあの翼ちゃんに言ってんだなうん今日ものすごく寒い もう札幌はそうかさすがに9月も終わりになると寒いあの10月入るともうストーブ炊いたりね暖房炊いたりまあ今日もう炊いてる人もいるかもしんないねえそんな季節ですかへえ高梨さん松本の知人が今日からホーチミンに滞在中あららら ほら、奇遇ですな。なんか、あの、さっき聞いたんですけど、秋篠宮様も今、あの、えー、ホーチミンにいらっしゃるっていうことでね、まあちょっと今日この配信がなければ、ちょっと飯でも食いに行こうかななんて思ったけど、やっぱり配信の方が大事ですからな。あの、今日はこれに集中しているというところで、まあホーチミン楽しんでもらえるといいですね。松本さんの、あ、松本さんじゃない、松本のお友達ね。うん。お仕事かな うん、お仕事だとまずお仕事でが大事だけどねユイさんケール行ったことないんですコタキナバルは空港だけなるほどまあマレーシア広いからねあ思い出したもう、まあのシンガポールともう隣り合わせの橋を渡るだけで、えー、隣の国ジョホールバルっていうところにも落語会をやりに行ったことを思い出しましたね遠かったねあれはケールから300キロから400キロ弱ぐらい。 あるんじゃないですか、うん、翼ちゃんもう勝手にあの私があの、うん、先進を読む前にもう勝手に会話してますけどいいんですよしてたっていいんだけどねやっぱりそうなんですねってことで「街中は半袖と薄いダウンの人で不思議な光景まあもうダウンも着るだろうねみんなねあのねあもうホーチミン大変よホーチミン若い子がもうすっごいもうねあちこち遊び回ってあの動いてんですけどもう今日あのショッピングセンター行ったらね なんていうの、ブルゾンみたいなの,あのダボダボのちょっとオ,オーバーサイズが流行ってんのかなブルゾンに来てる子いましたよえなんかこうスタ、何あれなんかスカジャンみたいなさなんかスタジアムスタジャンみたいなやついくらなんでも扱ろうよそれはなんだけどまあおしゃれのために我慢するってのはね 札幌の方が寒いけれども薄着するっていうのと一緒でまあ沖縄の人もダウンは着るしね着る時本当はないんですけどね、うん、だけど厚着してるる若者結構いるんですよ、えー、だからあの半袖で飯食ってる隣でもうねあの上着着て飯食ってる人もいるで基本的に暑いっていうか日差しが強いからみんなねあの長袖着る人は多いんですけど結構厚着なんですよねうん。 えーっとそれからチュリさんお答えいただきありがとうございますあそうですねいやいやどういたしましていろんな食べ方あるんだよねいやー食べ物は奥が深い私はまだほんのその第一歩しか知らないんでもうローカルのもうね今日もちょっと、えー、ちょっとローカルっぽいとこ行ったけどもう身振り手振りであのあとメニュー呼びさしたりとかでなんとか頼むんですけどねもう他の人はなんかいあなんかね。 こっちし自由だからねいいよね食べるものをあの注文するよなんか細かくなんかメニューを言って終わりっていうんじゃなくてなんか自分の食べたいようにいろいろ面倒を見てもらうっていうような感じであの店の人とすごいやり取りをするんですよ。 あとすごかったのですね、今日私夜食べに行ったところはね、えっ、ー、と、道を挟んで、えー、まあ道ったって路地ですけどね、挟んで同じような店が2つ、あの、向かい合ってるんですよ。で、どっち、で、まあ路地に入ってったら両方の、あの、人からちょっと声かけられたりするんだけど、どっちかなって,言って、で、噛で、なんか左側の店に結局入った。でもね、右側の人はね、おいお客さん来たぞ、みたいなね、 そういう感じでなんか奥へ声かけてくれたりして、うん、で別の店員さんが来たりしてなんかなんか仲いいんだなこの向かい合ってるまあライバルなんだろうけどうまくやってんだなって感じなんですよ。で私はまあ注文してまあ食べたりなんかしてたんだけどそのうちに他の席も埋まってきて、まあ、まあ若い女の子3人組とかねあとカップルとかそんな感じそれがまあ埋まってきて結構食べてるんですけどびっくりしたのはね まあ、左の店に座ってんですよ。で左の店で、なんかもう注文がいくつか届いてるんだけど、あの、右の店の店員さんも呼んで、なんか別のもの注文してるんですよ。で、そのうち、向こうからも、なんか来るっていうね。これ、自由すぎるよね、なんかね。うん。で、昨日見た光景は、焼肉行ったんですけど、焼肉外で、こう、ジュージュー焼きながら。あの、いわゆるデリバリーで、なんか、デザートみたいなの、別の店から取るっていうね。あの、まあ。 やっぱりベトナムのこうちょっと町場の食堂ってあんまりメニューの数が多くなくて今だとね日本だともう何でもデザートからもう何でも置いてるじゃないですか,だからちょっとしたものをだからその店はもうヤギの,あの焼き肉と鍋しかないからあと他のもんのはもうあのスマホでもう注文してあのバイクでビーって持ってきてもらってねはいじゃあってって食べましょうって食べてるところがね持ち込みっつうのは聞いたことあるよ。ね 持ち込みは分かるけども配達させてるっつうのがねすごいなと思ってだから食べ物の文化もすごいけど食べ物を食べるっていうその自由さね うん、それもやっぱり毎回来るたんびに少しずつああそうだったそうだったっていうこともあればへえこんなこともあるんだっていうね、うん、ことを感じながらの、まあ、毎日まあ,あのホーチミンは今晩でおしまいなんで明日の夕方の便で私はあのバンコクへ、えー、移動しますけどね、えー、まあベトナム最後の夜はこの配信とそれからさっき食べたおい、えー、しい分ってこれで暮れていくということでございます。えー えー、いやーなかなかね昨日のねいやあのマレーシアはあのとにかく私のケータリング担当っていうかあのもう私の胃袋を全部握ってる雅子さんっていう方がいて、まあ、みんなもそうなんですけどとにかくね私は何も考えなくても毎食毎食ものすごいおいしいものが食べられるっていうのがあのマレーシアの私の見た会の、まあ、周辺の皆さんなんですよ。 これもだからたとんまたまなんか今からあの何時間かはちょっとね皆さんちょっと仕事もあったりしてあのちょっといっぺんほっときますけどみたいな時間ができたりするんですよ。でそういう時は自分でこうなんか Google マップとか見てなんかちょっとその時はこうちょっと自分で調べていくんですけどほぼもう今日はどうなるんだろうってただついていくだけでもう幸せなもう食事がいっぱい食べられるっていうのがまあマレーシアなんですね。 でホーチミンは、まあ、今回仕事でもありませんし一人で来て一人で言ってずっと一人ですけどまあ基本的に、えー、昨日はね久しぶりの,あの知り合いと一緒に食事したけどまあ食べるものを自分で決めてね自分で調べて自分で出かけてって感じに急にまああのマレーシアとバンコクではあマレーシアとホーチミンではあの変わるわけです環境が。でまあベトナムもねいろんなもんあるんですけどマレーシアの雅子さんがちょっと教えてくれたのは ヤギのおっぱい焼肉があるよって言うんですよ。ね、おっぱい焼肉って聞いた時にね、なんかいっぱいあったでしょ。ちょっと前になんかあーノーパンしゃぶしゃぶとかさ、なんかちょっとあの不謹慎ですけど、そういうのね,ね、そういうのをなんか想像しちゃったんですよ。うん、違うんですこれ。ヤギのまあ、いわゆるチブさ。 おっぱいですよねの部分のお肉を焼いて食べる焼肉が美味しいよって聞いてへえ面白いなってねヤギって1回ぐらい食べたことあるかなどうかなぐらいの記憶しかないんですでもしかしたら食べたことないかもしれないあの甘味とか沖縄行くとねヤギ鍋とかヤギ汁とかあるんですけどもうなんか臭いから食べない方がいいよなんていう最初っからそうよって言われちゃうとね なかなか自分からそういう風にならないじゃないですか何か食べてみようっていうねで多分避けてきたんだと思うんですけどまあま麻子さんの言うことだったら間違いねえんじゃねえかと思ってで実際あのちょっとネットで調べたら結構ポピュラーっていうかあっちこっちで。 それをやってるみたいなんで、えー、昨日はこちらの,、まあ、あの前以前落語会やってくださった幸子さんって方がいるんですがその方と会えることになったので「えー、あのすいませんけどあのヤギのおっぱい焼き肉行きたいんですけど」ってこれ女性に言いづらいですけどねヤギのおっぱい焼き肉ってね言葉をね で知ってますか?」って言ったら「あまあ久しぶりだけど行ったことあるんで美味しいとこ知ってるんでじゃあそこ行きましょう」っつってでその店の場所を教えてもらって、えー、それでまあやるんですよね、うん、うんでまあそんな感じで、えー、まあ、あのーまあ、タクシーでお店集まって食べたいや実際ね美味しかったですよヤギのおっぱい焼き肉あのー、なんだろうモツだよね でモツってまあ部位によっていろいろ味わいが違うね。レバーだったりハズだったりミノだったり白だったりなんか今最近いろんなのあるじゃないですか。マルチョとかね。み、うんな違うじゃないですか食感が。だそういうなんかいろ、うん、んなモツの中の一つっていう感じの、えー。ちょっと薄手のね。えー、まああのだいたい想像していただければ分かりますけど、まあ、おっぱいのこう周りのこう何ていうんですかつるりとした。 部分ですよ、ねうんえー、そこのお肉をあの焼いて食べるっていういや美味しかったですよ、うん。でい癖があるとすれば一緒に出てくるタんかちょっと発酵したタレっていうのかなちょっとピリ辛の何を発酵させたんだかよく分かんないけどちょっと癖のあるでもそれもねそのヤギをつけて食べるとなんかいいんですよ。そんなにね例えばあの だろうな豆腐とかあんんななには癖は癖いんですあの台湾のねそれほどじゃないけど、まあ、ちょっと癖があってでもかえって肉に合ってるっていうかそんな感じでね食べてで実はその店はおっぱい焼き肉だけじゃなくてだからもしお腹に余裕があったらヤギ,ヤギ鍋も食べるといいですよなんて、えー、幸子さんから言われてね。 青、うん、もちろんもちろんまあそんなにお,のお腹にたまるようなものではなかったんでちょっとビール飲みながらヤギのおっぱい焼き肉を何回おっぱいって言うんだよって話もあるけどね、えー、おっぱい焼き肉を食べてそれからあの鍋です鍋はねもういろんなものが入っていてそれでまあ,あのごったにみたいな感じですよね、えー、でスープがすっごくおいしくてで臭みは本当にない。 えー、でヤギの肉なんですけど、まあ、これはもうあの鍋の方はおっぱいではなくて多分いろんな部位なんだと思うなんかぶつ切りにしたようなねでこれがねちょっと硬いんですよで皮もついてたりしてだからちょっと豚足みたいな雰囲気もあってでなんかちょっとバラ肉っぽい雰囲気もあってで,で骨もついてるんで,で骨をちょっとこう手でこうやってねつまんでチューチュー言いながら食べるとか。 うんどんな感じかなんだ豚肉にも似てるしちょっと硬めの鶏肉を食べてるような食感もある腕いて癖がないからラブのような感じもするっていうなんか全部いいとこ取りをしたようなねいやどこがくせえんだよヤギっていう感じいやびっくりしましたどうなんだろうあのー、ホーチミンの あのヤ,ギヤギがそうなのかあるいは最近のヤギ全体がそういう感じになっているのかどうすればまあ沖縄でヤギ汁食べてもいいんじゃないかとかねいろんなことを思うんですけれども、まあ、とにかく昨日はまあ美味しいその焼き肉と鍋熱いじゃないですか。 ね、で半分まあ一応屋根はついてるけどうちの中でも開放も全部扉も全部はないようなそういうなんかガレージみたいなところで食べるで他の人はもう外の席で食べてて、まあ、そこは埋まってたんであのガレージみたいなところで食べてたんですけどあ暑いんですよでも皆さん暑いのにね鍋好きなのねすごいですよ鍋を夜になるとみんな鍋食ってますよ何なんですかねあれは。 こんなにあのベ実際あの、えー、ショッピングモールいわゆるこう綺麗なねそういうとこ行くとまあもちろんレストラン街みたいなのあるじゃないですかそうするといわゆる火鍋で、ね、中華のね火鍋もあるで韓国のああいう鍋もあるで日本の鍋もある大しゃぶ大好きか大好きもあるそれからベトナムのローカルの鍋何鍋屋ばっかりじゃねえかっつうぐらいねで昼間から結構みんなね23人で鍋つっついてんですよ。 鍋好きなんだね我々はやっぱり冬でしょ夏はあ、夏は冬ってことだね,ね普通はなんか食べないでしょ夏は暑いから関係ないんですよね、1年中食べるんだなっていうんでまあ、こういうのも一つの食文化だったりするんでしょうねえー、ちょっとコメントに行きましょうえっちゃんヤギの臭みとか癖はどうでしたかもう今申し上げた通りですよ本当に食べやすいの あの肉全般やっぱベトナムって美味しいんですよねこれもヤギもその仲間に入ったんだけどやっぱ日本のね肉はちょっとね何て言うのかな綺麗すぎるっていうかねあのまあいろんな基準もありますからしょうがないんですけどまあ育て方も違うんだともね。で何より違うのは調理の仕方が違うよねあ我々あのどうですかね。 あのまあ、韓国の焼肉は骨付きカルビとかあるでしょそれからティーボーンステーキとかだとあとはまあ鶏肉の,あのチューリップ見てンとかねあれはまは骨をこう持ってチュプチュプ食べるっていうまあそのぐらいですよね日本で動物の骨を見るまあ私あの、えー、豚足大好きなんで豚足も骨がついてますよね。だけどこっちの肉ってほぼみんな骨ついてんだよね。 ええ、なんか骨がついてないとなんか偽物だって思われるのよく分かんないけどこれ勝手に言ってるだけねあの全部の色鶏も豚も牛も大体どっかにねあの例えばなんだろう今日も私麺食べました麺の中に小さく切った肉が入ってるんだけどその細ま切れって言われてるぐらいの大きさの肉だってちょっと骨がついてるんですよ。 だからやっぱ骨をつけるのがなんか礼儀作法みたいなねそんなとこあるんじゃないですかでそうやってこうブツブツと切った肉を食べさせるんでそれをこうちょっと手でつまんでこうなんだろうなその最後のちょっとした骨をねこのぐらいの骨だったら取っちゃったらいいじゃねえかとも思うんだけどついてるからうまいような気もするんですよなんかだから切り方が違うからやっぱりなんかな,なんかやっぱ安心してガバッとは食えないわけ。いいつつもも、まあ、魚で言えばいつも骨があるとか だから肉だったらま骨ってあんまり考えないんだけど骨がついてるかもしれないっていうつもりでねあのいつも警戒しながら食べるっていうんですかで骨をこう皿の上にカランカラン出すっていうこれが美味しいんじゃないのかなきっとこのベトナムの肉の美味しさは全ての肉に言えることなんでねうん,なんかだ,だって骨がつくように切るって全然違うもんね。んさんヤギのおっぱい気になりますか 気になるよね。ぜひ、あの、ホーチミンに来ることがあったら、あの、ヤギのおっぱい食べてください。あちこちで食べられますから。私も検索したけど、すごい出てきたよ。あの、グーグルマップとか、そういうとこでね。うん、いっぱい出てきた。で、私はその中でちょっと紹介してもらったとこ行ったけど、まあ、2軒並んでて、どっちもあるんだけど、どうするなんて言われたけど、まあ、ちょっと決めてくださいよ。あの行ったことある方でいいですから、なんつって、えー、行ったお店でしたけどね。美味しかったよ。あの、あの、 ビジュアルはぜひ私の,あのツイッターねツイッターですよ X じゃねえよツイッターにあの全部載ってますからああよかったら見てみてください、えー、まあ見たまんまの味って感じするけどねであとやっぱり初めて食べるからどのぐらい焼いていいか分かんなくてねもともとほらもつってどのぐらい焼いていいか分かんないじゃないですかなんか適当でこんなところでまあいいかっつって妥協して食うものじゃないですかね まあまあまあ大丈夫なんでしょうねでもなんかちょっと初めて食べる肉ってなんかねちょっと怖いからちょっと焼きたくなるよねでも焼くと固くなりすぎちゃうんでそこら辺をねなんか加減しながら焼くと美味しいんじゃないですか、うん、いやー思い出すのは昨日のことだけどうんヤギのおっぱい焼き肉本当おすすめです、えー、今のは放送事故じゃありませんよ、えー、ビアサインンゴンールドを煽った その間でございますからね間を楽しんでいただきたいですなうん、えー、それからもうちょっとあるかなあえっちゃん、えー「ワイルドですねでも骨から出汁が出てるから美味しくなるんですかねそうかそれもあるよねうん、うん、骨から出汁説は本当に有力だろうねってことは結構日本人は肉をもったいない食い方をしてるのかもしれませんよね うん、骨からだってほらねラーメンのスープなんて骨割ってねそっから取るんでしょやっぱ骨にうまみがあるんじゃないのかなたったこう一皿の、えー、野菜炒めっていうんでも骨がついててそっから何かが出ればもう魔法がかかったように美味しくなるんじゃないかなと思うんですけどねあとはこちらはあのタレ文化なんでもうわけのわからないぐらいタレの種類があってそしてあの同じ種類でもあの店によって微妙に配合が違っていてね なんか、エビを発酵させた、私、最初ね、ピンク色してるんでね、なんかこう、芋のペーストかなと思ったんだけど、舐めてみたら、あの、もう、エビのね、頭をこんと潰してなんか発酵させたみたいなね、そういう味しましたからね、これをまた、汁物にちょっと垂らしずだけでもう、なんかもう、見違えちゃうんですよ、スープが。味変どころじゃないですよ、もう。スープ取り替えたみたいな感じになってね。えー、みんな上手にやるんだよね。 柑橘まあこっちで言えばカボスとかスダちとかなんでしょうけどなんか違うねなんかねどのぐらいかなぶどうの粒ぐらいの大きさのねやっぱりあのカボス的なねものがあって、えー、っとちょっとだけあの切り込みを入れてあるんですよ。でそれがねゴロンってあの皿に乗って出てきてね で、その絞ると、中すごく柔らかくて、かぼすとか結構絞る力いるじゃないですか。皮が硬いってのもあるよね。その柑橘はね、皮はすごい薄いんだと思うんですよ。だから、あの、ちょっと三本の指でキュッてつまむと、ビュッてもう、あの、完全に潰れてね。そこから中からね、あの、いわゆる柑橘の汁がジュバーってすごい勢いで出るんで。これがまたスープに入ると、味変どこのさんじゃないんですよ。ね。もう楽しくてしょうがない。もう。 なんか食べに行くのほんと楽しみなんだけどだけどもうおじいさんですから私はね一日3回は飯は食えないんだよな2回でまあちょっと調子が良ければねもうちょっと食べたりはするけど一人で食べるとねまたあのちょっとたくさん頼めないでしょもうだからそれもあるよね一、まあ、人で飯なんか食いに行かないねほとんどこっちの人はねえそういうのは逆に日本食行くんじゃないですかなんか吉野家とか。 もも今日見つけたたな。な。ペッパーランチもあったなだそういうとこだと一人で食べられますよねもうプレートになってますからだけど基本的にこっちの料理ってみんなで、まあ、中華系と一緒だよねみんなでこう大皿つつき合うっていうそんな感じなんでね一、まあ、人旅はちょっとそこらへ、うんが残念なこともありますがね、えー、ぜひ皆さんも、あのー、私は今回だからね初めてなんじゃないかな3カ国回るの。 だからマレーシアバンコクは行ったことあるんですよ2回でそこにベトナム挟んだどうだったかなだから落語会やった時5年前がそれだったような気がする3カ国行ったなあ思い出した行った行った行った落語会がねやたらあったんですよバンコクでもあってホー・チ・ミンでもあってそれでそうマレーシアでもあったから今回1カ国しかやってないのにまだね当分帰らないっていうね もう怒られるんじゃないかといいよもう怒られたら謝っちゃうから俺。と思ってね、えー、ゆっくりのんびりの3加国の旅ということでございますかなうんでね皆さんちょっと聞いてもらいたいという愚痴なんだけどねもう腰が持たないわけ腰がもう腰がやっちゃうよこれアジアは。 もう、まあ、ま,あまだ何日かいるんだけどそろそろこれだけは勘弁してもらいたいっていのは腰ですねでなんで腰が痛くなってしまうかっていうとトイレなんですよトイレがねもう腰が痛いもう全部です今のところマレーシアもタイもあタイじゃない、えー、あのベトナムも多分タイもそうですもう勘弁してもらいたいトイレでなんで腰が持たないかっていうと トイレットペーパーの場所が異様なところにあるんですよ。まあ、皆さんはね、もうずっとね、皆さんのお宅のトイレね、しゃがみますよね、しゃがむって今もほとんど洋式だと思いますよ。まあ、和式だっていいですよ、なんだっていいんですよ。だけど、まあ、洋が済んでね、そうすると手頃な場所にトイレットペーパーホルダーがあるじゃないですか。例えばそうですね、えー、和式ももう久しく、まあ、使ってないけど、あのー、右前ぐらいですか。 あ左前のとこもあるかな。ちょうど手がスッてこう届くところにあのホルダーがあってカラカラカランっつって、えー、適量ねトイレットペーパーを取って、まあ、昔はね四角い紙が置いてあったりしましたけどもねトイレットペーパーになってますからもうそれを切ってそれで使うじゃないですか。でそうですね、えー、様式の時は多分ほとんど左側ですかね。 いやもしかすると右側にある場合もあんのかな左我が家は左側ですよでやっぱり手ごろなとこですよもう手をスッとなんていうのもう目をつぶったまま手を伸ばせばねあのそこにトイレットペーパーがあるっていうでそれもどこのトイレを使ってもそこにあるよねっていうところに合ってくれるじゃないですかこれ多分 TOTO とかリクシルとか MOTOINAX、ね、そういうところが多分決めたんじゃないですか こ,うここに便座があったらここにトイレットペーパーを置くっていうこうなんかテンプレートっていうかねえ,えなんか手引きっていうんですかそういうものがあってほぼ同じところにみんなトイレットペーパーありますよねでそれがねえアジアはもうバランバランなんですよ。でバランバランなのはいいです別に。えあのなんか当たり外れだと思うから。 ね、あここのホテルはちょっとあんまりいいとこいい場所になかったなとかね次はちゃんとあるといいなとかさそういう期待も持てるしいいですよそれなら違うんですもう全部間違ってるんですよもうねこれはね今回だけの話じゃないんです、えー、も,うもうこれまで何度も,もうそれこそ20年ぐらい前からアジアを旅するのが大好きでやってますよ。 どこだったかな台湾とかは割とまともだったような気がするな香港もでもちょっと東南アジアみたいなところまで来ちゃうとねインドシナ半島とかねそういうところまで来ちゃうとねダメですね一つもまともなところにトイレットペーパーがないですえー、えー、とねまずね もうみんな場所がバラバラでしたからねもう思い出せますよ私マレーシアの民泊いや良かったんですよ1泊2,500円ぐらいでねバスタブまでついていてちょっと部屋は古いんだけどそこだけちょっと目をつぶればね本当に我が家よりもね居心地がいいっていうねそういうところへ民泊で泊まりましたよ、うん、でもトイレのそのトイレはもうすごい素晴らしいんです。 ねまあ、オシュレットがついてるっていうのはこれはほとんどこっちにはないけど、うん、でもあのトイレは快適、ね、だけどそのトイレットペーパーの場所が、えっとえっと、そこはね右側なんですよ。右側なんだけどあの私の体よりも後ろにあるんですよ。 便座に座った私の、その、なんていうんですか、胴体の線よりも後ろに。あのトイレットペーパーホルダーが付いてるんですよ。なんかそんなホルダーだったら、付ける必要ないと思うんですよね。うん、で、そこまでトイレットペーパー取りに行くと、腰がものすごいひねるんです。もう。ボキって言うから、今ちょっとボキって言っちゃいましたけど、その。仕草で同じ格好したら、あの腰が鳴りましたけど。もう毎回、そう、トイレ行くたんびにボキ。 それぎなんていうの反対側にもついてて反対にもひねれるならいいんですけどずっと同じ右ばっかりひねってたらなんか調子悪くなってきて腰のね、うん、それで今度ベトナム行ったら今度はねあれですよ、まあ、民泊また,また今は私が配信してる部屋もこれもやっぱり一泊2,500円ぐらいで本当にいい部屋なの。 いいんだけど、トイレットペーパーは、えー、私の斜め後ろ、45度ぐらいのところにあります。もうほんと大変。いやだったらもう最初からあのトイレットペーパーを持って座りたいぐらいですよ。だけど、もう習慣としてほら、いい場所にあるっていう生き様で来ちゃってるからね。もう困ってんの。もうだトイレ行くたんびに、 あそうだあのトイレットペーパーに手を伸ばさなくちゃいけないんだっていうねあの憂鬱がやってくるっていうこれは私今本当に本気で言ってるんですけど皆さんの心に届いているかどうかは非常に心もとないところでございますな、うん、あとねなんであれなのかなあのトイレ、まあ、バストイレは、まあ、西洋も一緒の部屋っていうのは多いですよね。 で,でもこっちはすすごい狭い狭ですよねあの皆さんのお宅のトイレぐらいの広さの中にシャワーもあるっていうねつまり大体日本ってトイレって畳1畳半とかぐらいじゃないですか広さっていや。今はもう洗面所があったりとかそういう作りもありますけど基本的に普通にトイレだけの場所だったら。 そんんんなももですよねね皆さんのところも、ね、うちもまあ風呂場の入り口にトイレがありますけどトイレ自体の広さはそんなもんですよ。ね、で洗面所があってっていう感じです。で、えー、シャワールームとトイレが一緒になってるっていうこれはもうほとんどそうですよね。で畳1畳分ぐらいの広さの中に洋式の便座もありシャワーもついてるっていう。 これどうやったってシャワーを浴びれば便座はもうびしょびしょになってしまうわけなんですよでもそれはそれがそうなるってことは誰も気にしてないっていうか、ね、それでいいんですっていうような感じでこちらの方は暮らしているというような感じがいたします、ね、私も今もうだからこのホーチミンの民泊はそのようにやってます、ね、もうトイレの便座の先の二十センチぐらいのところであのシャワーを浴びるっていう感じですね えー、だからもちろんシャーって私の体をこう洗い流した水はもう半分は便座の方へビチャ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 ,ビチャっていきますから終わるともうだからそうあ今思ったけどさトイレ掃除しなくていいのかないやそれは中は掃除しなきゃいけないけど外身は常にこうシャワーできれいになっているっていうそういう感じなのかなだから日本はね例えば便座カバーとかあと便座の蓋カバーとか。 どうかするとあの便座にこうなんていうのこの出っ張りに合わせてへこんでいるなんか絨毯みたいなのね、うん、そういうのつけますよね。だってシャワーなんだから。ね全部下はタイルでそれでいつも水がもうジャーッとどんだけかかっても何ともないっていうふうにしとかなきゃいけないから。うん、だからトイレの扉を閉めないと まあシャワーも外へ出てっちゃうぐらいのそんなところで私今シャワーを置いてんですけどまあ慣れてくると意外とねいいんですけどねこれどうしてあのたった畳1畳分ぐらいの広さを別の部屋にできなかったのかなっていう,うまあでもな水道の工事とかを別にしなきゃいけないとかいろんなことがあるんですかね。部部屋屋は広広いいいんででですすすよよよ私の部屋全然狭さを感じないですもう家よりり我が家より だからこの畳1枚をあげるからシャワールーム別にしてくれっていう感じもするんだけど、まあ、どうもこっちはそういう文化ではないっていうことはもうこの何十年もそうだからねベトナムだってマレーシアだってタイだって日に日に進歩してると思うんですよ。 だけどまあそらあのセレブのお宅は違うかもしれませんけど庶民が住むうちはいまだにそのバスルームっていうぐらいなもんでバスルームっていうとトイレのことじゃないですかもう別にする気はないみたいですね、えー、この先何十年もまだそういう感じなのかなっていう感じがしますねチュリさん、えー、お国の方々はトイレットペーパー問題はどのように解決してらっしゃるんでしょうかねそうなんですよいやだからね。 <あ>の <laughs> こんなこだんだんあの話がこうビニーリサイニーになってきますけどあのトイレットペーパーが湿っちゃう問題っていうのもあるじゃないですかだってそこであったかいシャワー瓶だからねトイレットペーパーホルダーあるとこでそれは直接かからないまでも湯気っていうのがありますからやっぱり湿めるんですよねなんかね。 クターっとした感じのペーパーを使う。いやあの昔と違ってね、トイレットペーパーの質はすごく良くなりましたよ。いやなってますけど、あのなんとなくし湿っとしたあのトイレットペーパーを使う。いやだからなんだろうあのシャワー浴びる前にトイレは済ましておこうかなっていう気にはなりますよね。ねあのどうしてもその直後にあの湿ったあのうんトイレットペーパー使いたくないなっていう気がするんでね、なんかね。 うん、で私はトイレのことはねつぶやいてないですけどあの食事のこととかはあの私のツイッターちょっとあの帰ってみてもらうとあの後ろへ帰ってもらえばなんとなく私が喋ってる通りに物事が進んでるかもしれませんな,なんとなくね時系列っていうか思い出した順番に喋ってますから何、うん、な,んなんですかねトイレシャワー問題ねそれからあの腰が痛くなる問題これはまだ当分解決されないけれども私が言っときますから。 うん、トイレットペ,ペ湿ってますよ私、ね、トイレ,私,トイレあの私の部屋のすぐ隣なんかね何だろうな階段で2階に上がるんですよで2階に上がると正面がトイレなんですよで右側が私の部屋っていうだから部屋の中にトイレはないんですよ。いっぺん部屋から出て2歩歩くと別の部屋にシャワールームがあるっていう間取りになってるから、うん、だからまあトイレの湿り気は あのトイレットシャアールームだけで完結してて部屋には入ってこないんですけど、まあ、やっぱり湿ってるっててるいう感じですな、うん、あとあの皆さんにお話ししておきたいのはあのグラブっていいうアプリがすごいですごでよツイッターはね「X」っていう名前にしてどうやらイーロン・マスクって人は「X」っていうアプリを、まあ、今は SNS のアプリじゃないですか。 で、これをいろんな機能をつけて例えば、まあ、銀行の機能を持たせるとか投資の機能をする買い物をするとかそういうスーパーアプリにしたいっていうことをね何かで言ってたことがありますよ。えー、だけどねどうなんですかねそれがうまくいくかどうか私には知ったことじゃないですけどねまあな,んかねなくなっちゃうとこ、まあ、あんまり良くないからなんとかうまいことやっといてほしいですけどね。でも、 どうなんでしょうね、うん、でで,で、で、ですよ。でですよで、すよ皆さん PayPay ペイペイって使ったことありますかね私は結構 PayPay ペイペイ使うんだけど PayPay ペイペイは結構最近スーパーアプリ化してますよね。えっ、ー、と、まあ、買い物ができますよね。それから送金もできますよね。それからあとは何ですかタクシーも呼べるね。あとは何保険にも入れる。あとは何ですかねえー、なんかいっぱいありますよね。なんかね他にも。株も買えたかな確かね。 うん、そんなようなだからいわゆるスーパーアプリじゃないですかそんなんねだから日本はそうなっているんですけど <laughs> えっとねグラブっていうアプリは日本でもダウンロードはできますよ皆さん、えー、GRAB かなグラブね、えー、だからあのアップストアで検索してもらえば出てきますけど、えー、インストールもできますけど日本では使えないんですよサービスがないもんですから。 うん、あのアカウントを作ったりはできるんですけどねでそれのすごいのはねやっぱりねもちろんあの各国それぞれ国その国でしか使えないいろんな、まあ、サービスあります PayPay なんてね海外出るとあのページ出てこなくなっちゃうんですよなんか海外から PayPay の,のアプリを起動するとあの残額とかもわからないぐらいつまりネットデータを遮断してるんですね海外からのデータをね。 うん、だから今いくら残ってるかもう見ることもできないぐらい、えー、遮断されてるんですけども、えっ、ー、とね、グラブはね、まあ、マレーシアで使います。ベトナムでも使います。で多分タイでも使います。うん、で元々はウーバーってあるじゃないですか。ウーバーって日本にありますけどね、ウーバーイーツね。 えー、ウーバーはアメリカの会社かな。スタートはね。今は多分現地法人があちこちにあるんだろうけども。で、ウーバーは日本では、あの、配車アプリとしては全然発達しなかった。っていうのは、まあ、規制の壁ですよね。えー、ウーバーありますよ、でも。あの、ウーバーのタクシーね、乗ったことありますけど、えー、ハイヤーみたいな、あの、車が配車されて、タクシーよりもちょっと高いみたいな。 高級車配車システムとしては日本のウ、えーバーは運営されてますけども、うん、いわゆる、なんだろう、ライドシェアっていうかね、うん、そういう形式では、まあ、日本は法律がいろいろ厳しいというか、規制が厳しいんだよね。うん、で、使えないで。でもこのグラブっていうのは、まあ、アジアのウーバーみたいなもので、だからあれなんだよね。 ウーバーとグラブの戦いがあって、マレーシアなんかは、まあ、こっち、ベトナムもそうだけど、ウーバーは撤退することになるんですよね。えー、あの、戦に負けて、えー、お達者でって言うんで、今はもうグラブ。で、他にもどうもね、ローカルの配車サービスがあるみたい。あの、オートバイの後ろに乗ったりするやつね。うん、えー、それは私はちょっと調べてないんで分かんないけど、街行くと、なんか違うロゴの、違うヘルメットのバイクが、 あ、走ってたりするので、あ、これももしかするとグラブのライバルなのかななんて思ったりするんですけどね。このグラブがね、もう非常に素晴らしい。今ちょっともう目の前で開いちゃおうかな。えー、もうね、あの、私が言ったような、他、他がどうかシンガポールとか、その辺でも使えんのかな。ちょっと知ってる人がいたらぜひこの時間に、えー、教えてほしいんだけど、私が言った今、三,三,三国、ね、えー、マレーシア、ベトナム、 体、はい。これは全部使えるんですよ。同じサービス。だから同じアカウントで、国をまたいで使えるっていう。で、国をまたいで、あの、アクセスすると、もう表示する内容がちょっと変わって。つまり、その、国ごとでやってるサービスが微妙に違ったりするので、だから PayPay みたいにこう何も表示されなくなっちゃうとかそういうのがなくて、なんか違う画面、もちろん言語もそうですよね。今だから、 ベトナム語で主に表示されてます。もしかするとこれ英語に変えたりできるのかなでも別にいいですよ、それは。ちょあの使い方が簡単なんで、別にベトナム語でもなんとかなるんでね。このね、うそのなんだろうグラブのサービスはね、もともとはライドシェアだから、車、タクシーですよね。タクシーと、それからあのバイクタクシーね、後ろにまたがって、で、ついついと渋滞をくぐり抜ける。で、値段も安い。まあ、荷物はちょっと無理だけどっていうようなことですよね。 でそういうので始まったんだけどその,そのバイクで人を乗せるっていうとこから多分派生していったんだと思うんだけどあのいわゆるウーバーイーツみたいに配達をしてくれるっていう、うん、そういうサービスもあの、まあ、多分そっちの方が今すごいのかな、うん、持ち帰り文化はもともとねあのアジアもありますからそれを、まあ、安いあの配達料でプラスでうち、ん、まで届けてくれたら最高じゃないですか 今日は私初めて今日ね、朝ごはん、昼間の11時ぐらいですけどもね、撮ってみたんですよ。最初、初めてやるとワクワクするし、勇気もいるしね、シフ、心配ばっかしね。だけど何のことはなかった。あっという間にね、あの,の、望みの、えベトナム飯が、うん、届いてね、部屋で美味しく食べることができましたよ。うん、まあ、その模様はね、いつになるかわからないけど、あの、YouTube の方でもお届けする予定ですがね。 うんうん、それからね、そう、フードデリバリーでしょもう本当にね、ジュース1個から持ってきてくれるのよあの。よくあの、ベトナムだとベトナムの甘いコーヒーとか、それからね、さっきもちょっと言ったけど、スイカのジュースとか、そういうの1つでいいんです。別にこの量がまとまらないと、あの、しませんとか、そういうことにないんですよ。 ね。そういうのもすごいし、あと配達量もね、本当にこんなんでお願いしていいのかなっていうぐらい安い。だからチップを、あの、上げる仕組みがあるから、ちゃんとチップを上げたりね。それからね、あの、私は使ってないけど、物を届けてくれるっていうサービスもあるみたいですよ。グラブエクスプレスっていうんだけど、ここから荷物を取りに来てもらってね。それで誰かに届けてねっていう、これ便利だと思う。 あの、東京にバイク便ってあってね、私はあの大学生の頃、あのデザインの事務所にいたから、なんか MO とかね。知ってますみたい MO って。あの、MO ドライブであの、650メガぐらいのデータを書いて、あの,、えー、の、人にデータを送ったりするんですよ。ね。今だったらもうメールでとかネットで送りゃいいんですよで。そんなことができなかったから。 まあそういうわざわざそのメディアに入れてフロッピーどこじゃないですよ。フロッピーの何百倍も使えるっつうんで、その頃は革命的な MO とかね、そういうのをバイク便で高かったと思うよ。隣で、つか隣の区のちょっと、うん、ちょっとした事務所に届けてもらうのに3000円とか5000円とか、そんなんだったと思うけどね。そんなんじゃないと思う。多分すっごい安い金額でその誰かに物を届けてくれるっていう、うん、そういうサービスもある。 で今見たらどうですかね。あとはまあ、そ実際、だからそこからいろいろ発生してんだけど、物を買うのもできるでしょ。それからショッピングっていうのもあるね。それから保険もあるね。手形って何ですかね。これ送金のことですかね。うん。でもこれは私は使えないみたい。なんかベトナムのベ電話番ンがいるって出てきた。でね、大体海外のこういうね、決済サービスとかね、日本人は使えないことが多いんですよ。まずあの、この国の、 あの携帯電話番号が必要だとかね、うん、それからカードが日本のカードが通らないとかそうなんだけどグラブはね全部通っちゃうんですよ自分のあのなんですか、えー、日本の携帯番号それから日本のクレジットカード全部通ってそこで決済できるんでねもう今でもこうやって画面見ながらね美味しそうなものがいっぱい出てくるんでねでも10分から15分で届いたわけでしょこれは夜中ね誘惑と戦うの大変だよ コンビニはさ、行くのめんどくさいから、もういいや、なんか食べたいけど、やめたってなるけど、これ、来ちゃうもんな、ちょっとしたら。<laughs> 怖いね、そういう意味ではね。だこのグラブアプリは多分必須なんじゃないでしょうか、こっち来たらね。あ、宿も取れるみたいだしね。サブスクもあるんですよ。だから、サブスクで月いくらか払うと多分割引が受けられるとか、そんなもんだと思いますけどね。だから、明日から、あの、 バンコクに移動しますけど、バンコクでもこのグラブアプリ、空港からまず、う次の民泊まで、ちょちょいのちょいで、えー、連れてってくれると思いますよ。すごい早いんだ。車つかまんの。あのね、タクシーを道で止めるより簡単かも。今、今の日本だったら。うん。あの、お店から出て、それで、あの、スマホを片手にね、えー、今の現在地と。 それから自分が帰る先をピッピッって登録して、で、ピッて、あの、なんだマッチングするじゃないですか。そうするとね、あの、ピッてこうすぐ、あの、ドライバーがマッチングして、で、それでほら、そっから5分ぐらいとか10分ぐらいかかりますっていうのが割と、まあタクシーでもそうだし、そんなもんだと思うじゃないですか。違うんですよ。もうね、次の角を曲がってその車がここへやってくるんですよ。あ、ナンバー一緒だって、ナンバーで大体見ますからね。ええーって。 なんか、え、車乗るって操作してから20秒しか経ってないのに、もう車来たみたいなね。街に何台その車がうろうろしてるんだか知りませんがね。うん。ものすごいサービスになってます。で、日本は完全にその、そういう意味では置いていかれてますよね。グラブアプリ日本にあったらすごい便利だと思うんだけど、まあいろんなも、もちろんこれは規制のことを、最後はその話になっちゃうけど、え、すぐに。 買ってきてができる。これ届けといてができる。それからタクシー。えー、今日も、まあ物価の違いはあるからね、一概には言えないけど、だって、20キロ走ってマレーシアで、いくらだったっけ ?31 リンギットだから、1000円ぐらいですよ。え ?20 キロ走ってですよ。すごいですよね。羽田から、メリマぐらいまでじゃないですか。 あ田から練馬ぐらいまで走って1000円だったらみんなだって誰も電車なんか乗らないでしょバカバカしくて。ね荷物なんかあったらさ。そんな感じなんですよ。それでベトナム来るともうちょっと安くて、えー、今日もショッピングモールに7キロぐらいの距離で行ったけど、500円でお釣りって感じですよね。まあだから思わずこう、チップをお願いが払ってね、乗るっていう感じになるんで。いや、グラブアプリ欲しいなーっていうか、 そういう仕組みが欲しいんですよね。だって地方とかだってすごいこれで生活変わっちゃうと思うけどななんでなんだろう。なんでなんだろうって考えたらわかるんだけどさ。なんでかは。だからなんでなんでなんだろうっていう。なんでわかんないけど。なんで、なんでかはわかってるけど、なんでなんでそれなんだろうみたいなね。そういうことをやっぱり来るとね、思ってしまいますな。うん。うん、まあ愚痴ですよ、これは。半分は。 絶対に日本では導入されないだろうなっていうことを含めて申し上げてますがね。さて、ゆうゆうさん。えー、プーケットで仕事をしていた時のホテル、シャワーとトイレ一緒でしたね。まあそうですよね。普通そうだよね。バスタブなし、これも当たり前ね。だから今回のあのマレーシアンバスタブ付きは本当に奇跡だったな。うん。だんだん便器の蓋が濡れるのが気にならなくなる。そう。それはなる。だからね、気にならなくなっちゃうんだろうね。 うん、まだね、私はま,あまだまだですよ。そういう意味ではね、うん。気にならなくなったら最高なんだろうな、うん。なんか全部一つの部屋で住むならそれがいいじゃねえかってものは考えようですからね。うん、えー、三森さんは、ささすが三森さん、シンガポールフェーク。えー、グラブはシンガポールでも使えば使えるだろうね。もうシンガポールこそ使わないとさ、だって車はものすごい、あの、コストがね、所有するコストもかかるし。 渋滞もすごいしね。う、え、ん、ー。だからまあ、グラブ、バイクのグラブもあるんじゃないですか。それから、ね、えー、ハイナンジーファンとかを届けてもらったらいいじゃないですか。最高だよね。えー、シンガポール、あとどこなんだろうな。カンボジアとか、ラオスとかどうなんだろうね。ちょっと国柄が違う感じがするから、わからないけどね。まあさま、えー、練馬までそんな値段で行くならもっと飛行機乗って帰るだろう。そらそうだよね。 うん。だから、空港からがめんどくさい問題ってあるでしょで私も以前ね、ここ、今年入ってから、ちょっと前かな、去年ぐらいかな、あのー、羽田、品川の草原がね、あったんですよ。乗り合いタクシーですけど。でね、1980円でやってくれたの。これはまあね、タクシーで帰ると4000円を超えるから、まあ、破格の値段だなっていう。 で、ほら、スーツケース抱えて、ちょっとその頃腰も悪くしてたし、いや、これならまあ、ちょっと痛いけど、痛いけど、まあ腰も痛いけど、財布も痛いけど、まあ1980円いい線だらってか、応援してあげなきゃ、こういうサービスは。だってなくなっちゃうじゃないですか、使わないと。と思って頑張って乗ってたんですよ。うん。そしたらね、最近ね、値上げがすごい。なんか時間、それもね、深夜のね、なんていうの、私最終便で帰ってくることが多いから、最終日、 は、足元を見るっていうかね。今ね、高いとね、その、は、何その、うん、羽田からうちまで4900円とかね。だったらタクシーの方が安いじゃねえかみたいな値段になってきてたりして。それで乗り合いなんだからね。うん。まあ、車はね、アルファード,アルファードとかなんで、まあ、すごく快適だ、快適なんですよ。で、乗り合いだから乗り合わないこともあるわけ。そうすると一人でね、その、うん、アルファードとか乗ってね、 もう、王様気分で帰ることもできるんだけど、最近はやっぱり利用者も多いから、だいたい2、3人乗ってることが多くなったからね。で、それで、ね、3000も4000も取られたら、たまったもんじゃないよね。いや、だからどうなん最近、だからそういうことがあって使わなくなりました。成田空港もでもね、5、6000で行けることは、成田空港の距離ならちょっと安いって思うかもしれないよね。うん うん、一人ならですよ。あの、何人かで、えー、乗るんだったらタクシーの方が安い場合も出てくるでしょうけどね。うん、そうやってね、やっぱり便利で安くなってくれないと。まあ、日本はあら今、食べ物とかありとあらゆるもの安いですけどね。うん、昔はほら、やっぱこう、ベトナムとか行くと安いみたいな,なんかすごいあったけど、今はまあだいぶ差も埋まってきて。うん、まあ、それでもまだ安いけど、バンコク明日から行くけど多分もうほぼね、 あの、屋台とかじゃなければ、普通の、え、お店とかで食べるなら、もう日本とあんまり変わらない物価になってるし、それから為替も今日本は弱いですから、円がね。だから明日からは、え、今みたいに、うわ、安いなんてことは、もしかしたらないかもしれないけど、うん、それをまたちょっとね、感じたことをどっかで喋ったりするかもしれませんがね、え、そうなんです、マーさま。ね、日本はね、もっと変わらなくちゃいけないのですよ、うーん。 なんですかね。まあ、急、変わらなきゃって別に闇雲に変わることはないんだけど、なんかね、もう、あの、制度として疲労してるものがすごく多いんで、そこはやっぱ手を入れないといけないんじゃないのかなって、私は思います。落語界だってそうかもしれない。ね。うん、落語界は古い、古い、古さをこう、まとって、えー、やっているところではありますからね。うんうん、うん、そこも、まあ、実際そうかもしれません。 そこも考えていかなきゃいけないのかもしれませんな。うん。さあ、時間も9時11分、こっちでですよ。皆さんはだから11時回ったってことですよね。いや、もう遅くなっちゃいけません。平日ですから、この辺で終わりにしましょうかね。最後まで今日もお聴きくださいまして、ありがとうございます。この配信は皆様からのツイートなども常にお待ちしておりますよ。えー、ハッシュタグ三のすけがいいかな。 これは私もすぐ見られるしね。皆さんの身の回りの楽しいこと、ぜひ、まあ、今回の感想でも何でもいいんで、お寄せください。えー、たまたまこの配信を通りがかった方、えー、お聞きになった方は、私のアカウントをフォローして、通知ボタン、ベルボタン、ここまで押していただけると、えー、アルゴリズムの波に飲まれなくても良くなります。えー、皆さんもぜひ通知ボタン押してくださいね。えー、配信終わるまでにもう一回行ってきますよ、皆さん。 えー、いいねボタン、えー、それから、リツイートね、リポストじゃん。リツイートしといてくださいね。えー、それからね、この、まあ、皆さんいろんなもんで聞いてると思いますがスマホとかで、ね。あの、アップルのデバイス、昨日、一昨日かな、アップデート終わりましたか皆さん。ね。私も旅先でね、ネットが遅い中ね、もう全部済ませましたよ。えー、iOS17、iPadOS17、非常に快適で、あのー、ちょっと使い勝手が変わるんでね。 なんかこう使いづらいって思うとこもあるんだけど、やっぱ新しさがそこにあるので、ぜひ皆さんもアップデート、えー、してみてください、えー。これからね、このおしゃべりを、ポッドキャストにして、私公開しますんで、えー、途中から、ああ、聞けなかったって方は、もちろんあの、ツイッターでも聞けるんですけど、えー、高音質版にして、えー、ポッドキャストにしますので。 ぜひぜひ、えー、お願いいたします。あ、中さんありがとうございます。良い旅を。私26日に帰りますんで、まだもうちょっと、えー、えー、タイで、えー、まあ、ゆっくりと、したい、ということでございますな。はい。ありがとうございます。えー、まぁ、あ、一つね、えー、皆さんも、だんだん、気候が変わってくると思いますので、風邪とかね、えー、引かないように。それから何ですかなんか、コロナも相変わらずでしょうから、 えー、油断のないようにして聞かせてくださいね。で、また、あの、帰ったら落語会などで、えー、楽しくお目にかかりましょう。きっとどっかで、えー、枕なんかで喋ることもあるかと思いますんでね。えー、ありがとうございます。う理さんもありがとうございました。皆さん。えー、書き込みをね、最後までしていただいて、お家までが旅行です。いいですね。おやつは300円みたいな感じですかね。えー、ちゃんありがとう。えー、ゆう理さんもありがとう。 えー、ということで、えー、皆様あ、おやすみなさいませ。次回また突発でやりますんで、えー、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。